勝って明日のセミファイナルへと勝ち進んでいます。最終12レースは一体どんな戦いとなるでしょうか。6メンバー出てまいりまして、1号艇で登場は鈴谷一平選手。フライング2本持ちではありますが、引き当てたこの高枠をなんとかものにしたいところ。前節は平和島の一般戦で流出してここ唐津へと乗り込んでまいりました。唐津は6月ウエスタンヤング以来の参戦です。そして地元からは4号艇に峰竜太選手。今日はオープニングの第1レースをインから逃げまして、開幕戦人気に応えてのスタートとなりました。トーナメントは4枠での登場。初開催のファン感謝3デイズボートレースバトルトーナメント、明日のセミファイナル目指し最後のトーナメント第12レースを迎えました。1号艇兵庫の鈴谷一平、2号艇福岡の日高逸子、3号艇静岡の徳増秀樹、4号艇佐賀の峰竜太、5号艇福井の萩原秀人、6号艇岡山の長谷川正和です。ホーム強い追い風、安定板をつけての戦い。1号艇は鈴谷一平です。 F2 ながら今日前走はトップスタートでした。風を読んでスタート感を研ぎ澄ます陰線です。2コースを伺っています。2号艇は日高逸子、変わらぬ強さ健在です。3コースには3号艇の徳増秀樹が入っていきます。そして4号艇峰竜太、強い風の中どう立ち回るでしょうか。シリンダーケースを交換して、さあ角4コースです。峰の隣5コースには5号艇の萩原秀人、6コース6号艇の長谷川正和が入りました。ボートレースバトルトーナメント最後のトーナメント第12レース、枠なり進入3対3のポジション固まりました。ホームは強い追い風水面となっています。第12レーストーナメントインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。センターアウト勢が若干の好スタートですが、1番と2番も負けないスタートから1周1枠。インから1号艇の鈴谷が先に回って3号艇の徳松外行った。内側から2号艇日高と4号艇の峰の差し。スタートは前提正常でした。1番の鈴谷の内側に差した2号艇の日高、そして4号艇の峰が並んでいます。1周の2マーク、先前体勢は4号艇の峰、続いて2号艇の日高、後続艇を避けながら1号艇の鈴谷は後ろになりまして、3番手は6号艇の長谷川が優勢と変わった。先頭は4号艇です、峰竜太。2番手が2号艇の日高、3番手6号艇の長谷川で2周1マークです。トップ旋回4号艇の峰、続いて2号艇の日高、3番手で6号艇長谷川がバックスレッチへと入ります。上位体系は4番、2番、6番です。その後方に3号艇徳増秀樹、その後ろは1号艇鈴谷一平と5号艇の萩原秀人が並んでいます。2周の2マーク、先頭4号艇の峰竜太、2番手2号艇の日高逸子、3番手が6号艇の長谷川、続いて3号艇の徳増、3番手6号艇の長谷川に近づいている3号艇の徳増。レースは最終周回に突入です。トーナメント第12レース、先頭に立ちました4号艇の峰、続いては2号艇の日高、3番手6号艇の長谷川でそれぞれバックスエッジへと抜け出します。上位の体系は4番、2番、6番で最終バックスレッジ、4、2、6、4、2、6の3連単の図は 163.7倍です。先頭は4号艇の峰竜太、トーナメントここまで全て逃げが決まっていましたが、最後見せてくれました4号艇峰、2番手2号艇日高、3番手6号艇長谷川がキープです。4番ゴリン、2番ゴリン、6番ゴリン、5番、3番、1番の順でゴリンです。トーナメント12レースを勝ちました峰竜太選手です。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。きっちりオープンラストでしたね。いや本当に今日ね、はい、空白の時間がありましたね。なんかやっぱあの時間でなんかね、本体制もう一回行ったろうかと思ったんですけど、はい、まあ抑えてなんとか、はい、うん、行きましたけどね。行きましたよね、結局。はい、そんな峰選手にはまず副賞として、はい、はい、石井のミートボールを
差し上げたいと思います。はい、はい、でこれだけではありません、はい、副賞金10万円の目録です、はい、いただきました、まあ、これをみんな狙ってるんでちょっと見て、そうですよ、開けていいですか、ちょっと見ていただいてよろしいですか、ちゃんと入ってますかね、どうどう、数えてるわ、ちゃんと数えてる、4、5、6、7、8、9、10、ありがとうございます 10! やっぱり峰選手クラスでも嬉しいですよね、嬉しいですよ、これで、はい、なんかじゃあ、ええ、靴買いますか、また、また靴ですか、また靴買います、嬉しいです、4枚もらいました、はい、しっかりゲットいただきました、はい、これで今日これでいきますね、それで顔見せてくださいよ、はい、ではちょっと緊張したという話もありましたが、ね、はいはい、レース振り返っていきたいと思います。なんかいろんな展開を想像したんで、はい、あ、これになった時どうしようかなっていうのはありましたね、ええ、2番が差し詰まってた時とか、はい、うん、やばいんじゃないかと思いました、いろんなイメージをしながらの、はい、まずスタートスリット近辺どうでしょう、まあ、ちょうどいいスタートいけて、うんうん、あの出し抜くつもりなかったんで、はい、あの、うん、幅もギリギリ取れたんで、ええ、はい、で1が逃げる体勢、2が刺して外、3が回って、はい、その内側です。そうですね、はい、選択肢としては一番最悪な選択肢というか、まあ、一番想定できるんですけど、ハマりながら刺すっていう感じになっちゃって、はい、ええ、きついかなったんですけど、多分整備当たってますね、そうですか、前半終わっての整備がすごい良くなってる感じしました、前半も部品が変わりましたが、ここはシリンダーケースも変えていきました、ね、はい、最初はなんかその手応えないなと思ったんですけど、なんか乗ってったら、あ、すげえパワーとか前に進む感じあるなと思ってて、はいはい、なんか当たってる気がします。じゃあ、 あの1マークは追い風で、はい、まあ、引き波もあったんですが、はい、そこからしっかりこう抜けてくるような感じ。そうですね、あの朝なかったんで、それがきついなと思ったんですけど、はい、良くないなと思ったんですけど、うん、まあ、もうでもあとシリンダーぐらいしか残ってないんで、僕帰るの変えてみたら多分良くなってますね、はい、あの明らかに展示から、うわ、いいなと思ってました。うん、はい、この体感、ま、あの船足レベルだったらもうあとはプロペラ微調整ぐらいですか。いやいや、もう本当に逆に言うと壊す方が簡単なんで、エンジンは、はい、あの微調整でいって、ま、今日の足をキープしたいですね、はい、はい、となるとあとはもう枠番抽選ですよ、峰選手。そうです、なんか無欲でいってみようかなと思って6のつもりで行ってきます。過去にはね、はい、6、6引いてピンピンっていう時もありましたよね。まあ、そういう方がなんかドラマはあるかなと思うんですけど、はい、この追い風のコース、0% です。じゃあやっぱりいい枠を、はいはい、いい枠を、はい、引いてということですね。ね、地元唐津の 3days ということで、はい、やっぱり盛り上げ隊長にもなっていただきたいです。もう自分が先陣切って、はい、盛り上げないといけないなと思ってるんで、うん、一番感謝の気持ちを前に出して、はい、みんなが盛り上がれるレースをね、したいなと思ってます。今日はこの後貞松選手のファンミーティングや花火大会もあるんですよね、はい、まあ、僕は前座で今日人集めたさんにいっぱいオープンラストで貞松選手のために、はい、貞松選手のために、もう前座なんで僕は、はい、いやいや、結果的に伝えてください、はい、あ、伝えときます、はいはい、前座頑張りました。でも結局最後はね、またビシッと締めてくれるんだろうとは思うんですが、はい、はいはい、じゃあ改めてファンの皆様にファン感謝ということで思いをお願いします。はい、まあ、今回はね、あの特別な、まあ、本当に、なんかプロ野球でいうオールスターみたいな、なんかお祭りみたいな大会なんで、はい、まあ、あの勝ち負けこだわらず、あの盛り上げてファンの人たちが楽しんでくれたらいいなと思いました。終わり。終わり。明日も楽しみにしてます。はい、頑張ります。ありがとうございました。選手でした。はい、最後も、きっちりと盛り上げてくれました峰竜太選手のインタビューをご覧いただきました。競争成績はご覧の通りです。